介護大学。右肩麻痺がある人に対してのソファーからの立ち上がりについて説明します。まず自分の肩に軽く手を回していただきます。軽く立つような感じでお尻を前に出します。腱側の膝に手を当ててお辞儀をしながら立っていただきます。膝に手を当てることで、テコの原理を使い、楽に立たせることができます。